サンデーさん、今回は初めの形がね、初めの形が内股です。皆さん内股にしてください。この形から右足だけつま先を滑らせて外にやります。足が平行になりましたね。なりました。この次に左足を動かします。かかとを動かすと、はい、今度ハの字になりました。ハの字から左足のかかとを左にやると、またさっきの平行に戻りましたね。そして今度右足のつま先を左にやると、また内股になりました。内股から、はい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 、内股、平行、ガニ股、ガニ股というかハの字で、また平行にして戻す。内股から、内股から1、2、ハの字、3、4で戻ります。右足のつま先を外に、左足のかかとを外に、左足のかかとを元に戻して、右足のかかとを元に戻す。そしたら初めの内股に戻りますんでね、これをやってみましょう。せーので、さあ小原さんいいですか。まず内股にしてくださいね。そして左足のつま先を外にやるとこから始めます。5、6、7、8、1で2です。もうハの字にします。次でハの字になったら左足を戻して、そして右足を戻したら内股に戻ります。内股ですね。最終的に内股に戻ります。この曲に合わせてやってみましょう。さあ皆さん、こんな感じですね。さあ右足のつま先から5、6、7、8、1、2、3、4、これだけです。1、2、3、4、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 
1、2、3、4、つま先とかかとを上げることはしないで足を滑らせてくださいね。内股から平行、ハの字、平行、内股、こういう感じで、動くというやり方です。